ブリジス豚。このお店は見てないです。私はしゃかりきって漫画だったら前半の方読んだことあるんですけどね、読み始める多分絶対面白いんだろうとは思うけど、自分はレースに興味がないというふうに思い込んでるので、ズボンは今はタイツプラス短パンです。ちょっと下向くと危ないんで見せられませんが、しゃかりき盆地、ここ盆地になるんでしたっけ、レース展開、あ、レース展開じゃない日常心的なものがあるのか、あれ、ここはあの札がすごいな、札っていうか絵馬なのかな、あ、全然寒くないです今日は。あ、ノリリンも名前しか知らないんですよね。何日和？ロリアニメ。どこだっけ、こんにゃく。うお。今日は秩父駅に戻ります。ぐるっと回って。なんか、すごい香りがします。匂いというとなんかイメージ悪いから香りといっとこうかな。青空に映えますね。銀桃青葉自転車ってもうツーリングネタがあんまりないんで私残念なんですよね。大地は一番好きだった、あの竹下峠ので、竹下峠実際行ってみたら全然違う場所だったけど、これは両神神社、銀杏のあれ臭いです、盛大に落ちてますね。あ、そうだ、これ靴につくな、これ葉っぱが落ちてるだけに見えますよね、皆さんには。隙間隙間にあの例のものが落ちてるので結構匂います。でも綺麗だな、なんためですよね、才能ありき、あー、なるほど、努力と根性なのか才能なのかみたいな話かな。あ、岩竹あるな、ここ薬師茶屋っていうのがそこにあるんですけど、 岩竹って確かあの黒い苔みたいな、苔というかな、地衣類みたいなやつで、キクラゲみたいな感じかな、歯応えが強くないキクラゲみたいなやつで、昔あの昇仙峡のさらに奥の黒べらっていうとこにある、 なんだっけ藤原庵だったかな、すごい山奥にあるあの蕎麦屋さんがあるんですけどね、そこで食ったことある。なんか岩竹はすごく取れる量が少ないらしいです。あとすごい匂いですよね。あれ今切れてたのか、疑問も疑問もギニギ、あ、そうそう、靴に才能の、こんにちは、お、なんか集団来た、自転車、運慶食べないの、おーお、マウンテンバイク全員、こんにちは、おー、そう、そば、あれ、そばじゃなくて、ほうとうか。確かほうとう屋さんかな。名前も藤原庵だったかどうか、今一つ自信がないですけど、黒べらっていう集落にあるお店です。セリア。今映像行ってますかね。インプ。インプレッサか、インプ。これはお茶工場かな。
今は多分あれまだ本気じゃないですよね。ソフトか。あ、カツ丼もなんかあったっけ？あれ？カツ丼だったっけ？こっちは。いけと。ところでこんにゃく屋さん、確かこの辺りじゃなかったっけ？道の駅の隣だったイメージがあったんだけど、違うか。OK、ありがとうございます。こんにゃく屋さんってほんの離れてたっけ？それともこの道じゃなかったってことはないよな。確かここで合ってるはず。あれ？どこだっけ？それともまさかなくなってたりしないよな。あ、また来た、自転車。マウンテンバイク集団とか珍しいな。現在地は、ダメだ、青になる。まあ、なかったらなかったでしょうがないか。シャムシですよねって、別にあの状態出れるわけじゃないから。またマウンテンだ。あれ高校生かなんかだな。高校ぐらいに見える。中学か高校か。後ろの人はそう見えた。あ、マッツにはスリック、そうです。シュワルベマラソンっていうタイヤです。パンクしにくくて重いタイヤです。そうそう、マラソンです。これがめちゃくちゃ重たいんですよ、タイヤ。リンコの時にホイール持ったら笑ってしまうぐらい重いです。でも本当にパンクしてないんですよね、一遍も。マイクロ、あれ、おかしい。自転車の名前は、今これはハエトリグモ号ですね。クロスバイクの方がイトトンボ号で、前に乗ってたチタンフレームのマウンテンバイクは島道上号です。スリックです。ちょっと見づらいかな、逆光。逆光というか影になって。おお、これ魚が登れるようにしてある道ですよね。本当に登れるのかな、これ。自転車の名前といえば、トトロ天王？トトロ天王と聞こえたけど違うかな？構造が違う。あ、また来た。やっぱ高校生かな？こっちは、島道上号。今、女の子もいたな。島道上号復活させたいですね。やっぱり、輪行を含めた自転車旅行だと、あれが一番楽だった。フレームの修理というか、溶接になるんだと思うんですけどね。トップチューブにひびが半周ぐらい入っちゃってるんで。去年淡路島走ってる時にえらい音がし始めて、何だろう。女だ。挨拶。あ、今の人だそうですかね。銀太郎か。銀太郎だったらフェニックス号なんじゃないかな。銀太郎のというのは元ネタは多分あれですよね。サイクル野郎ですよね。お、トンボ。風の谷に行った方が安い？え、何が？1万円。え？そう、あのクラックで。よく、どれのことだ、今のは。エレキコミック？おはようございます。紅葉ってほどでもないんですけどね、こっちの方は。
さっき分離してきた Z さんたちの行くルートの方はだいぶ紅葉してるはずです。こっちはまあまあこの辺りのこのぐらいの感じかな。あんまり真っ赤とか真っ黄色は見ないですね。さっき橋立神社だったっけ、橋立洞窟だっけ、あそこのところはモミジが噂ってたんで分かった、綺麗でしたけどね。しかも石灰岩の白い岩を背景にしてたんで綺麗でした。そう、今日私は早く帰るので途中でもう離脱してきました。神社、巡ってはいないんですけどね、たまたまその昨日アド町で紹介されたっていう場所が近くだったんで Z さんの案内で今行ってみたんですけど、ですね、すごいですよ洞窟。ハイヒールとかで行ったらかなりやばいんじゃないかな。あったここだ、こんにゃく食べ放題のとこ、ここだ。こんな離れてたっけ道の駅から。あと食べ放題今もやってるのかどうかわかんないですけどね。こっちが農協の建物で、こっちがこんにゃく作ってるところ。11月17日本日うどん休み、カツ丼あります、カレーライスあります。時間は11時か。何か、いや特になかったです。こんにゃくのあれが書いてないな。もう分かれちゃいました。歩け歩けカツカレー出没アドマチック帝国で紹介されました。原価販売1本300円。ちょっと待った、カツカレーと書いてあって1本300円の1本って何ですかね。あ、どこでも食べながら持ち歩けるユニークなカツカレー、へえ。持ち歩けるカツカレーっていうのがあるらしいですね。カレーとご飯をお肉で包みカラッと揚げた、へえ。ちょっとこんにゃくの後お持ち帰りで行ってみようかな。あ、まだやってる。8時半から夕方5時まで味噌おでん食べ放題200円。そう、カツカレーって書いてて1本って書いてあるから何のことだろうと思ったら、そう、これこんにゃく屋さんです。もう10年以上やってるはずです。何年前からやってんだろうこれ。持ち歩けるカツカレー300円、買っていこうかな。でもこんにゃく食べてすぐ入らないから、っていうかこんにゃく別にそんな食べ放題だからって2本も3本も食べる必要ないんですよね。気になりますね。やっぱ買ってみるか。あとアドマチで紹介されたってのは昨日のことなのかな、もしかして。確か秩父だったんですよね昨日。ってことは多分紹介されたのは昨日なんじゃないかな。あ、じゃあ食べ放題も紹介されたのかな昨日もしかして。そう、味噌でん1人200円。そう、これ確かこんにゃく作り体験できるんですよね。西秩父こんにゃく村、持ち歩けるけど、どうなんだろう。でお客さん入ってるんで、こういう時微妙だな。お、いらっしゃいませ。確か前来た時これ配信したんですよね。一応また今回の聞いてみるか。それは明日からなんですよ食べる時。待ってくださいね。グローブはパールイズミだったかな、これは。いや、オリジナルブランドだ、ワイズの。ちょっと待ってください。下向けて、ちょっとしばらくコメント応答できないです。下向けて店入ります。結構お客さん入ってるな。
旦那どこ行ったの？うん、もらってきていいか。どこ行っちゃった？はい、ちょうだい。あ、シャツ。今日はこれは海苔で。海苔。おかわりで違うの食べたい。海苔で。お腹空いてる時じゃないと2つは食べられないからね。どこかもよ。コメント今 iPhone で見ます。ぬかの中に真っ裸で使っていくんです。あ、はい、ですね、こんにゃく頼ん、こんにゃくとあのカツカレー持ち帰りのやつ頼んだんですけど、例のカツカレーはあの15分ぐらいかかるそうです。これから作るらしいんで。で、Z さんともう別れてしまいました。あ、そうなんですね。こっちの方に来てしまって。あ、じゃあ、サマスミって、ブレンドしてあるの。あ、そうです。あれ？今どっちから？温度上げてるのに、ね、いや、ずっと陰でして。それで、あの、道が違うなと思って、なんていうの、ほら、で来たんですけど、ちょっと待ってください。こっちからですか？いや、チップの方から、多分同じルートで来たと思って。あれ？いや、私今こっちから来たんですよ。分かれて。今丸大さんが、これからあの、その紅葉の方に行くんじゃないんですかって言ってました。
泊まりはね、そこのうちで民宿やってます。あ、そうなんですか。お母さんの参考に、ね、参考にしてください。え、ちょっと待ってください。私は今日これからもうぐるっと回ってすぐ戻っちゃうんですよ。あ、今日用事があって、2時ぐらいにもうすぐ駅から帰ろうと思ってるので、あ、そうなんですで、別れてきたんですよ。で、7階以上入る気だったら、あれ？でも Z さんとはまだ合流してないんですか？そうなんです。もううちは会員だから。あ、じゃあまだもう先に来たから。まだ追いついてないってことですね。戻ります。え、結構ここ来てるじゃないですか。ここは痛い、ここは痛い。腰なんか。何でしたっけ、今日。こんにゃくを食べる。ちょっと待ちよ。白石峠行ったんですよね。そうです、そうです。それで。で、グリーンライン通ったんですよ。グリーンラインが、なんか、通行止めで、ええ、別の道で、秩父まで降りてきて。この道ってね、どんどん突き上がったら、追いかけてきたんですよ。で今ここ見てこっち来てさだと高い橋変更したのかな。明るいじゃないか。なんか悪いことしたかもしれない。あの皆さん連絡してみる。ね。大丈夫。そうそうそう。ゆっくり。今日その白石行ったのは。ところがお休み。なんか Z さんも全然その知ってたわけじゃなかったんですよね。Z さんもどういうことか分かってなかったんで。ああ、でもなんか自走で行くことは言ってた、ね、まあ途中でウィスクっていう感じだったんですよね、うん、だいぶ予定オーバーしてしまいました。すごいな。ですね、あの丸大さんって今日 Z さんと一緒に走る予定だった人が今こっち来てて、なんでだろうと思ったら、その私の今ここ見てこっち来ちゃったらしいんですよ。というわけでちょっとコメントが全然聞こえないな。で、あのこんにゃくはですね、基本的にこれ一切れずつ出てくるんですけど、あの私はなんか勝手にデフォルトで2切れされてしまいました。まあカツカレー待ってる時間もあるんですけどね、一つあげればいい。食べ放題だからいくらでもそういうことできちゃうんですけどね。そしたらお店に悪いので、よっと写真撮って一緒に行こうみたいですね。いやでもあの人はここから戻っても全然気にしないぐらいの足の人なので、じゃあいただきます。うん、結構朝パン食ったの早かったから腹減っててうまい。大変、もう取れないぐらい民宿が、前もって酒飲んで、確か放送で見たことがありますね。昔確か放送したことありますからね。こちら丸大さんの方です。あれ今ね、駅の、ね、秩父の駅のすぐそばにね、あとあれが可愛いな、駐車場できた、ね、ただで、やっぱでこれカロリー低いはずだからいくら食べてもいいはず。でもね、ごまも分あるの。朝は何時から？朝はね、8時半超閉塞から11時までに松井入らないと入れてもらえない。かわいい、うん、それで昼の部は2時半からだから、もう前もって来ちゃう人いるのね、1時頃から、うん、でね、そこのところで、そこのうちでね、あったかいから寝込んでる人もいるし、ね、それで、うん、かわいいですね、あれすぐそばに道の駅がいろいろあるから、そこで食べたり、なんかあんまり紅葉が、うん、こっちの方はそうでもないですね。でもうちょっと行ったら綺麗ですよ。いつもそこで立ってるから、もう顔見知りになっちゃってるから、ね、やっぱ東京から来たんですか。これ可愛いですね。今埼玉に住んでます、うん、入間市。もう、うん、3年ぐらい。普通にあの講義は窓の外なんですけどね。10年前にね、主人が。もう暴れてる暴れてる。それを早く痛みを止めてあげたって、
うん、で1年通って傷も癒えたから、うんうん、ずっと、うん、あよくあのテレビなんかでやってはこの車で出して車で出してね、うん、やってますよね。あのなんていうかメモで全部書いて入れてもらえる。ジェットさんは今メモお願いします。どういう状態なんですかね。今ツイッター見ようと思ってもこれ。道の駅で、うん、自分が悪い。あ、道の駅大滝か。もう数キロ行ったとこですね。あ、あのさっきの分岐から。熱を加えてくれる。で初めてですって言うと、あの、うん、初めてのように入れてくれる。うん。うんと、あ、岩長さん来たのか。あれじゃあ輪行にしても早いですね。なんかよく寝たとか書いてたくせに。あれじゃないけどね。うん。あ、特急か。肌や何かもね、ピチピチになりました。私なんか71と71。よく寝たのは。うん、レッドアード降りて乗ってる間に寝たってことかもしれないですね。ですね、カツカレーは今調理してもらってて少し時間かかるみたいです。で、こんにゃくはこれ今食べ放題200円。カツカレーでも冷えてしまうかな、時間空けてしまうと。それでね、腰がちょっと具合悪いっつうとね、昼あの朝の部と、そうそう、これ昔から食べ放題で200円なんですよ、ここ。配信したのは確か 2,3 年ぐらい前だったと思うんですけどね、ここはもっと前から2009年か10年か2回ぐらい来てますね。そうでしたっけ。バスのね、分から入れたら4回か5回乗り換えだって。ああ、あのホームページには確か 1,2 回書いてますね。だから十何年前からずっと200円。なんか2つぐらい食べてましたね。最高。で、腹いっぱいになってましたね、毎回。味噌田楽。まあ、ここは茹でて味噌がつけてあるだけなんですけどね。いや、群馬からもね、前来てた。うん。あと、あの、さっき聞いてみたら、アドマチで紹介されたというのはかなり 前らしいです。食べ放題元が取れるかどうかって考え始めると、なんか物食べるのが本末転倒な気がする。そう、食べ放題でも限界があるから。でも今日結構いけるな、これ。なんかみんな、あの、渡されてるこんにゃくの形とか色が違うんですよ。さっき緑色のこんにゃくの人もいたし、あの丸大さんはあの普通のノーマルの四角いやつだし、食べ過ぎるとどうですかね。一応串元につけておきます。生と粉とある、日本で、秀吉みたいにカツカレー、保温できるかな。日本で十分ですよ、分かってくださいよ。食べ放題、ん、ついこの前、何年前だったかな、配信できたの。確か配信できた時は文殊峠の時かな。そのちょっと山の方に小さな峠があって、あ、そっちに行った時に確かここ来たんじゃなかったかな、すぐ近くだし。なんか蕎麦祭りの
車がすごかった。あ、去年来た時ですかね。いや、今日あの来る時に車の渋滞が、あ、今日、あ、らしいですね。私あの朝来た時はまだそんなになかったんですけど、あ、止まった。黒い、うん、ケーブルが、ケーブルイミソが、なんか止まってたみたいですね。かわいいな。こっち見た、丸大さんの方。こっち見た、こっち見た。耳でっかいな。あ、座った。テーブルミスが今つきそうになってました。まだいける感じだけど、ちょっと押さえとこうかな。映像いてないかな。さっき PC ちょっと開いた時には映像いってるぐらいの待機でしたけどね。あ、音だけ。
つなんですかこれ。なんかあの自転車とか、ね、運動系のスポーツ、あの運休食、あ、エネルギーバー、うん、これだと強烈に甘いやつが結構ありますよね。そうですね、あのやばい時に。わかりました、チョコレートブラウニー。あー、なんか最近出たやつらしくて、箱で買って、なんかやたら家にあったんで配ろうと思って。海外産のやつですよね。そうですね、まだ食べてない。ありがとうございます。いただきます。じゃあまたゆっくり知りましょう、ね、じゃあお気をつけて、これからまた追いかけるんですね。カレーもうちょい。丸谷さんは今 Z さんを追いかけて出発しました。で、今行ってるかな。 Z さんからお土産いただきました。なんかヤバくなった時に食べるやつ。
テイクアウトで。よっと。あ、すいません。よし。なんか意外とおでん、あ、おでんとかのこんにゃくコスモスバッチリですよ。あ、やばい、風飛ばされなくてよかった。これかわいい。ちょっとトイレに寄ってきますので、また少々お待ちください。お待たせしました。よっと。ん？金か。独身だからって Z さんが本当に独身かどうかは知らないんだけど、多分独身なんじゃないかな。よし。じゃあタブレットは iPad 一つだけですね。それからあの Windows 8のやつをどれか買ってしまおうかどうしようか考え中です。これでお前だとで、お土産カツカレーが今の状態は、おお、こうか。これカツカレーっての斬新だな。確かに見えますかよ、写真撮って、なんかハムの中にライスとカレーが水没、問題なく使えてはいるんですよね今で。あ、そっか、これに挟んで食べるってことか。セルテープで止めてある。これ認証？あれ見えなかった。まあ後で食べるときに見せますかね。じゃあ電波がなんか不安定ですね。全然流れなかったり急に流れたり。ん？お土産、いや、あのお土産じゃなくて途中で食べようと思ってます。岩様ゆこ、誰？ゆこ？まゆこか。よし、じゃあ行きますか。よいしょ。もう11時半か。残りどんぐらいあるのかな、距離。
まあでも6時に間に合わなかったら死んでしまうわけじゃないんですけどね。でも今日逃すと平日の夜受け取るのはタイミング的に厳しいかもしれない。あ、止まってたのか。なるほど、今動いてますかね。 FNLE もやめとくかな。この先も電波はどうなるか分からんし。ん？何がデビュー前？さっきの真由子って人かな。で、その話題は一体何の意味が流れたり流れなかったりですよね、やっぱ。小次郎？秩父小次郎は酒の名前か。秩父錦とか昔からありますね。武功なんとかも。今日元々の予定ルートだとかなり峠にも登るし、久しぶりだから不安だったんですけどね。でも幸い昨日、あれ、おとといの夜か、光回線のルーターが故障して、あ、丸大さんだったら今会いましたよ。今日もともと一緒に走る予定だった人です。で、私の今ここ見てこっち来ちゃったっていう。で、また Z さんの方に戻っていきました。で、今日の夕方、そのモバイルルーターじゃないや、普通のルーターだ、修理じゃなくてもう交換品がいきなり送られてくるんですよ。で、古い方を送るっていうの受け取りが今日の夜になっちゃったんで、やむなく途中で分離して簡単な、すぐ帰るルートにしてしまいました。いや、残念だ。多分去年と同じペースだったら峠に着いたあたりでもう15時とかで、どれの話だっけ。だからもう今日は40キロぐらいでぐるっと回って帰ります。カツカレーどこで食べるかな。それこんにゃくと一緒に食べたらすぐ食べなくてもいいかなと思って持ち帰りで持ってきましたけど、12時になったら食べるかな。どっかでジュースでも買って。新しい嫁かな。あ、この先割と町はあるので、町を通るルートなんで、この先が小鹿野で、でそれをさらに突っ切ってもうちょっと北側に行って、あそこなんて町だったっけ、いや、ん、自転車、茂み、なぜ茂み、土坂峠っていうところに登る途中の集落を今日、集落のところを通って今日は戻ろうと思ってるんで、そう、その場で、たとえ飛んでる中でもか。うん、この辺りはジャンキーありますね。またファッションチェックか。そのネタの意味が私わかんないんですけど、ん、気持ちよさそう。あ、なんか椅子とかブルーシート持ってくればよかったな、そこら辺に腰掛けて食えるように。あ、しまった、ここは歩道の中行ってた方がよかったな。これは川を渡る橋じゃなくて、いや、バッグは一応つけてます。中身少ないんですけどね。ああ、本当に今日は暖かいな。一応ですね、下になんかグラウンドがあります。
うん、日帰りでもまあそんなに重くないですよ。あとは私はあのバッグ以外に荷物を載せる手段がないんで、ウエストバッグの中は配信機材だし、あのリュックを背負うのは私できないんですよ。そう、リュック背負う代わりにファニアバッグっていうだけです。うう、人が、あ、自転車だ。またセーブ音。うん、日焼け止めも今塗ってないですね。あ、そう、私も今日久々ですよ、自転車で走り出たのは。まあ日焼けしますね。私もこの間の夏休みとか、あの時は塗ってたっけ。あとあの福島に紅葉見に行った時とか、あの気仙沼と一ノ関のあの餅サミットを見に行った食べに行った時とかも、いや餅サミットはそんな焼けてないか。ミックパンダなりますね。放送以外でほとんど乗ってないです。駅に近いとこ住んでるせいもあって。画面で見るよりは綺麗ですね。おっくうに、おっくうというか、なんかその乗り気にならないんですよね。今はそうですね、時期的に。ん？ススキが何だって。家買った、マジで。いや、私それ知らなかったです。この私が家を買ってたなんて。ここは電波切れたかな。歌舞伎ありましたね。あれ小鹿野の、あの小鹿野のなんていうんだっけ、こんにちは、歌舞伎、なんだっけ、地元のその芸能である歌舞伎が有名なとこですね。歌舞伎のあのお祭りみたいなのやってるのは7月ぐらいだったかな。ん？買っちゃってる。あ、電波持ちました。トップと、まあそうだよな。切れた。あ、そういや今日 GoPro で撮れてるかどうかって全然確認してない。一応反射で確認。あ、ついてるついてる。そうか、さっき昼飯じゃないや、こんにゃく食った時にも見たっけ。飛んでる。あの意外なところであったりしますけどね。おそらくあの携帯つながるようにしてあるやつ、してあるトンネル。なんか長いトンネルだとあの逆にその携帯対策がしてあってつながったりしますね。今これマイクの風音対策はどうでしょうか。結構今風を受けてるんで、あの新しいソニーのステレオマイクにして、で風対策もただフェルトを貼り付けただけなんで、うん、有料。ああ、そういうのはさらに金かけてありそうですね。この間福島行った時は
GPS と映像が遅れてるんですね。福島行った時にはオーディオデバイスが壊れてウェブカメラのマイクにして、で風音があんまりひどいんで冗談でそこら辺に生えてるススキの方をウェブカメラ、あ、GoPro が、嘘、それは遅れすぎ。一軒家か、知らなかった。でこの間ススキをそのテープで軽く巻いてススキを貼り付けてみたところ意外に効果があって笑いましたね。で秩父でございます。あ、やっぱり筒坂峠左に行ってか。電波状況、新横浜、新横ですか。あそこは確かにそんなに高くなさそうだな。あそこに住んだら新幹線が近くていいですね。来ました。なんかものすごく遅れてるみたいですね。あ、そうか、さっき小川のもう越え、特に越えたのか、さっきのとこで。で、こっから先が、前来た時はこれ、配信で来たことあったかな。土坂峠に登る配信はしたことはないから、なんでもないか。すすき割れ、意外と効果ありましたよね。ただ、残念ながら、あの時の、タイムシフト録画タスその音がひどかった時のタイムシフト録画してなかったんで、あの音がどんだけ下がるかっていうのを定時ろです。カメラ RX100 ですね。あの時の音をその動画で比較できないのが残念。自転車みたい、ちょっと今難しい。1分か、2.0 出てきてから、いや、あの一時期どのぐらいだったかな、あの東京都稲城市に住んでました。東京都稲城市、稲城市、あれ稲城市の先が思い出せない、あれ、まあ矢野口駅ってところの近くというか、まあ読売ランド駅が近いな、京葉読売ランド駅の近くです。ススキのか、もうちぎっては投げ、ちぎっては投げでしたね。何かは言わないけど、家でゲームとか動画編集とかです。そう、今日は本当に気候いいですね。稲城市は何の近く、稲城市は、まあ、調布の近くかな、調布のちょっと南側ですね。調布から多摩川渡って南側、小田急じゃない方の、あの京王線の方です。そうそう、ランド坂、あれが私の初めて自転車で坂道に挑んで死ぬかと思った時です。もう何年前だ、あれ20年ぐらい前、違う違う、15年ぐらい前か。何でしょうか。聞きそびれた。今なんか質問されたんだろうけど。ディスクブレーキ、私はあんま好きじゃないですね。メンテというか、気を使わなきゃいけないことが多すぎる。輪行の時に間にスペーサーかまさなきゃいけないとか、あと調整ができないんですよね、ネジとかで。あ、できるのかな。できるんだろうけど、なんかめんどくさい。その5日、こっちは奥多摩、行き、皆さんにはこれ見えてるのかな、首が出てます、首出てます、牛の。
もうもうちょっとこの方にあのシートがかけてある亡くなった牛が置いてあるんですけどね、この普通に道路の方に首が出てるのがいいな。かしこ、いやそんなしないですね。これ乳牛ですかね、あの色は。色で判断していいのかわかんないけど、白黒の牛ってなんか乳牛のイメージ。ん、風谷、風谷とは風谷は何だろうな。なんとなく峠ではないよな。私がおすすめの峠は左峠です。ん、べ、あ、べこか。堀之内、堀之内駅っていうのありますね。レントありがとうございます。関地、私はVブレーキかな。ディスクブレーキのこれ当たりの調整とかどうするんですかね。まあでもそんぐらい勉強した方がいいか。そう、京葉堀之内ありますね。前私はその京葉、あれ京葉何線だっけ。ん、いや、ブレーキが鳴くのはなんか角度つけた方がいいらしいですよ。なんて言うんだっけ、あの角度のこと。東院っていうんだっけ、あの角度のこと。あの平行じゃなくて少しハの字型に傾けた方がいいらしいです、ブレーキパッドは。と聞いたけど本当かどうか知らない。ん、まさか柿の木がならない方が。ただあの私の今の状態ですね、これ前輪が空転させようとすると、あの空転させようとすると1回転ちょいぐらいで止まってしまうんです。で、あのホイールのはめ方工夫しても全然変わらないんで問題ありますよね。擦れてるんですよ少し。うまかっちゃいいんですよ、うまかっちゃん。ん、チタン復活、いやしたいなって言っただけです。京急堀之内はどこだっけ。ママチャリは押し付けブレーキですよね。ママチャリはドラム、普通のママチャリは感知的なものじゃないのかな。違いましたっけ。そう、東院っていうのがどれを指すのかよく分かってないけど、あの辺りの言葉。ん、あ、今の聞こえなかった、すみません。車通る瞬間とかほとんど聞こえてないんですよ。あ、やっぱキャリパー、あ、そうか、キャリパーっていうか、ああいうのロードもキャリパーでしたっけ、あれは。あと全然関係ないんですよ。今日あの西武線に乗ってくるときに初めて知ったんですけど、あの小丸じゃなくて小丸って言ってましたね。小丸じゃなくて小丸って言ってた。うんと、私車運転したことは過去に 1,2 回あります。あの外では小丸、あの車内のアナウンスでは小丸って言ってました。逆だなと思って。あ、東院ってそういうことなのか。あー、なるほど、東院ってそういう意味か。 TOE の IN なのか。海、キャリパミューはあれですよね、あの車内広告で、あの電車の車内広告で庵の広告に映ってるあの人ですよね。あの舌出してる表情が決まってる人ですよね。は、なんだっけ、あの人がニコ生出身なんだっけ。そう、東院の、私はあの仕事関係で東院さんという名字の人がいるんだけど、それとは関係なかったんだ。あの富士の、大学院の院っていう人がいるんですけど、生主なんだやっぱり。前も聞いたかもしれないけど忘れてました。というだけの情報しか知らないから、なんか歌歌ってる人なのかどうかも知らない。歌ではないのかな。いや歌歌ってるような、きっと。
歌わないアイドルとかいないはず。地震は珍しくうとうとしている時に気がつきました。私は地震で目が覚めることほとんどなかったんですけどね、昨日のは気づいたな。寝入り花だったからかもしれない。あ、ちょっとこの辺りから今度車道じゃなくて住宅街のここからだな。松陰、松陰は何松陰さんだったっけ。松陰の松陰ですよね。黄色、ですね、黄色かったっけ、どこだっけ。これは黒地に白でセオサイクルって書いてありますよ。あ、そこは吉田松陰か。その名前すら出てこなかったのことですよね、さっきの大河ドラマっていうのは。大河ドラマも結構政治家前提のとこありますよね。最近大笑いが有名になってるけど、大河ドラマで言うと昔からそういうこと多いですよね。あとアマちゃんか、最近だとなんかアマちゃんが NHK の朝ドラでしたっけ、あれは1回の朝ドラなのに、なんかあらゆるメディアで普通に使われる言葉になってますよね、アマちゃん。 NHK とか全然書けないメディアでもアマちゃんとか言ってるし、あれも相当面白かったんでしょうね。同伴登録、いや、セオサイクルで買ったっていうのを証明する意味があるんじゃないですかね、これ多分メンテしてもらえるんで。ん？幕末、私全然知らないんですよ。半沢直樹も幕末の話なんでしたっけ。倍返しでござるとか言ってるんでしたっけって、多分違うだろうからそう言ってるんですけどね。半沢直樹の詳細は全然知らないです。そう、倍返し。あと本当にござるとか言ってたのかな、当時本当に。テレビのすみません、全然知らなくて。で、ここが、次の首相だっけ、そうなのか。いや、多分今ネタなんだろうけど、それも自信ない。で、ここは、なんて町だっけ。あ、文化が。そういうのいいですよね。ん？あ、テレビはあることあるんですけど、ナスネで録画しながら、もう最近録画してるの全くないんですよね。で、実は昨日久々に撮るね起動して、孤独のグルメの3期のやつ、ずっと溜まってたやつを一つ選んで見てみました。新潟の十日町っていうところで、そう、テレビ全然見てないです。ござる。あ、根性焼きっていうネタも出てくるのか、半沢直樹は。で、孤独のグルメの、やってましたね。なんだっけ、商標登録。だってそれ方言でしょ、ただの。孤独のグルメの、五目釜飯の子、ん？アウトドアグッズ全然買ってないな。なんだっけな。で、さっき言ったその孤独グルメの十日町の会で、その入ったドライブインが昔いたとこでした。何年前かな、もう 7、8年、確か10年は経ってないと思うんだけど、2005年ぐらいにゴールデンウィークに会社仲間で、ん？あ、大滝、私は見せられない、今とてもじゃないか見せられない、ネタとして見せられるぐらいのひどさです。あ、おはようございます。自転車の頂点ロードレースは分かって言ってやがるな。私は自転車に寄せんなしと思ってますから、自転車に寄せんなし。なんかなんだかな、警察、地元の、地元はですね、あ、鶏だ。地元は前、読売ランドの近く住んでた時に読売ランドの温泉に行ったことありますが、危ないよ、危ない危ない。
なんか足が短いですね、この鶏。この近くで飼われてんのかな。チャボでしたっけ。これチャボってなんか茶色のイメージですけどね。危ないから、ほらそっち行きなさい。ちっちゃいなこれ。そっち行きなさい、そっち行きなさい。お、こここ、とか言い始めた。ウコッケはこれは違いますね。ウコッケは白かったり黒かったりするけど、モサッとしてます。怖がらないですね。鳴き声聞こえますか。ここここって言ってます。あ、なぜか録画してる。これ会社の忘年会は一応出るつもり。あれ疲れると、あの毛爪ですね。ちょっと待った。あ、やっと撮影できた。多分その辺で買われてるんじゃないですかね。あ、そうそう、お金お金。いや、会員制じゃなかったですよ、私の時には。あれ、シャボーですか。そうそうそう、本当に逃げないですね。前もなんか道端に出てきてるニワトリ見たことありますけど、あれ見たのはどこだったっけな。確かあの霞ヶ浦の時、霞ヶ浦走ってる時じゃなかったかな、去年。そうそう、神社ありますよね。これなんだ、あのガソリンスタンドが粉々になってます。食肉用。あ、そうなんですか。なんかあのガソリンスタンドが粉々なんですけど、これは一体何が起きたんですかね。ん、中に大変なことになってますよ、窓際。うん、いや、でもガソリンスタンドですよね、これ元。猫にはただ車にひかれそうでした、今の。背が低いから車から見えなかったらひかれるんじゃないかな。ん、2階鉄骨もなんかぐにゃっとしてますね。なんか取り壊すにしたってあんな風にするもんなんですかね。そう、お給料もらえますよ、たとえ窓際族でも。工事中なんだろうけど、あんな壊し方するもんなんですかね。ん、あ、な、今なんか説得力のある答えだったんじゃないだろうか、今コメントは。水没した。いや、表示はおかしいままですね。免許持ってます。20 years gold license です。20 years paper gold license。 地下に、あ、さっきのこれは、さっきも大成ってとこの工場があったな。イエスペーパー。地下タンク、あー、なんかその処理しなきゃいけないからなのかな。お、おかしいな。こんな今の00みたいなのはフィルターではず、短縮されるはずなのにな。おかしい。いや、今のですね、同じ文字3文字かける4回か、同じ4文字かける3回が出てくると勝手にフィルターして短縮されるはずなんですよ。おかしいな。なんで聞かなかったんだろう。正規表現の設定が外れてんのかな今。試しに3文字かける4回、例えばなめこ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 とか書くと勝手に、ん、あ、コメントでなんて。ああ、なるほど、そういう手があるか。それにも対応させるようにしたいな。でも同じ感じだったらパターンで認識されるはずなんで、ランダムパターンになってんのかな。ペロペロ、いや、それ2文字だからそれ引っかかないですね。ペロ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 だと引っかかるはず。スキル悔しい。同じ読みっていうのはさすがにパターン化できないんですよね。ペロペペロペペロペ、あれ
今のは3文字かける3回だからそれも引っかかないですね。もう1回ペロペロ書いたら引っかかったはず。とかこんなところで正規表現のテストやらなくてもいいんですけどね。まあなんかあのたまに読み上げのその正規表現とかの、うん、それも引っかからないですね。あ、画質良くてあの FMLE が使えなくなっちゃったんでいつものように。あれこれ靴かけってこの地名リシリ島で見たことある。あの水に火と書いて靴。K4 この回答も確かに相当古いですね。あの上下に水に火と書いてさっき口って言ったの水に火です。あれ確か靴って読むんじゃなかったっけ。あの北海道の利尻島っていうところであの靴掛けっていう地名見たことがあります。そんな珍しい地名でもないのかな。靴掛けで漢字変化できますかね。まあ、お城、そう通常配信です。枠取り直せばまた、ん？漢字変化、あ、靴掛けですね。靴掛けって地名は全国にあるのかな？知らなかった。あ、各地にある地名なんだ。あれ、珍しい地名だと思ってました。食べる場所、あ、そうだ、忘れてた。また旅。正規表現、すみません、ありがとうございます。あの、それは、それなり助かります。後でそのあたりのコメント見ればいいんで、私が。まあ、田舎町ですね。ど田舎って感じではないな。でも確かに町としてなんかその新しくされたところがあんまりない感じで残ってるのは珍しいかな。少しは割とこういうのいいな。神社、あ、ありますね。産業、この辺りは何だっけ。石灰とかは一部の会社だけなのかな。向こうに小鹿野警察があるらしい。そう、あ、峠とかの手前の地名なんですかね。で、予定だとここからまだまっすぐ細い方行くんだよな。お昼はカツカレー食べます。実は後ろの今バッグの中にカツカレーが入っててですね。ちょっと待ってください。食堂でもお菓子屋さんがある。ん？カップ麺、茶まんじゅう、吉田もなか、流星まんじゅう、そう買ってあります。茶まんじゅう、茶まんじゅう、寿司屋、そこは酒屋さんがありますね。酒屋さんっていうかあれはなんていうんだっけ。ん？正しい、あ、銭湯かな、あれ。この町まだ銭湯あるんだろうか。ちょっとまんじゅうより先に銭湯の方を少し、別に今入るわけじゃないんですけど、酒屋さん、酒造ですかね、これは。秩父、ん？何水、菊水酒造、菊水、あの丸いやつが飾ってある丸いやつ。小松さん、まんじゅう怖え。あれ、あった、秩父小次郎、あ、清酒、これあれ工場の中なのか。この酒造の工場の煙突なのか。あれ高い煙突だからてっきりあの銭湯かと思ったら、あの球体何でしたっけ。なんか時期を知らせる球体じゃなかったですか、あれは。あの球体の色とか何かがどうこうなったらその酒ができる時期とか、そんな意味じゃなかったんでしたっけ。適当言ってますけどね。いや、そんなだったような気がする。違ったっけ。ここは吉田町かな。冷やおろし、
あ、いらっしゃいませ。ちょっと茶まんじゅうとか買ってこようかな。取り立てなんかどうこうというどういう名物というわけではないんだろうけど、ちょっと甘いもの買ってきますね。今エコ行けるかな。止まってるかな。今状況どうなってますかね。転送速度は買いました。やっと じゃあどっか電波が来始めたあたりで、あ、お茶か。ミニストア中町
茶まんじゅう、なんかお茶が入ってるわけじゃなくて、いいよと、お茶受けのまんじゅうって意味かな、茶まんじゅうは。お茶は入ってないらしいです。で、あの黒い黒糖みたいな色のまんじゅうなんですけど、東に、うん、今東に向かってます。え、なんか今はですね、ちょっと今止まって、熊よっと、どうか電波来始めたらそこら辺で場所を探してくれますかね。一応移動してるの分かりますかね、今ここで。なんか電波そんなに悪いとこかな、ここ。暗闇を、いや、そもそも声言ってんのかな、これは。まあ、声言ってても言ってなくてもあまり変わんないですね。映像ないし。あ、そうか、でも状況が伝わってるかどうか知るために、声が言ってるかどうかはそれなり重要だ。よっと。今、上り坂です。この辺りちょっとだけ紅葉があるな。なんか電波が最近なんか電波安定しないことが多いですね。なんか一日中問題なくつながってる配信とかほぼない気がする左でいいのかな、これは左だな。カレー食ってからまんじゅう食うつもりです。どっかで自販機でお茶買ってついでに言うと吉田もなかも買ってきました。そう、余裕ですね。こっから右か。どういうルートにしたんだっけ。ピザ、これは何の流星会館、これかな、あ、これだ、道の駅流星会館。ここ電波ダメですかね、今声も言ってなかったら分かんないけど、ここでベンチかなんかあればここで食べていこうかな。茶まんじゅう、ベンチないかな。なぜかパイプ椅子が置いてある。流星会館前ツールド秩父やってた頃に休憩で寄ったんじゃなかったっけな。今、お、こんにゃく売ってる、あんこ、カレーまんじゅう、あんこライス。微妙なとこだな。お、開いた。
転車をバイクラックにかけて、これかけても時々落ちるんですよね、私のやつは。状況は、ポタファイ、サイキ、どうしてみますと、配信開始。おいった。つながりました。よし。さてどうやって食べるかなこれ。大丈夫ですかね。今はどういう状況かというと、やった。ん？今来てますよね。今ここです。やっと。道の駅の中に来ました。道の駅流星会館。そこでこんにゃく売ってますね。で、喫煙所の隣にバイクラックが置いてあって、そこに今パイプ椅子を、ここは秩父のちょい西、ちょい西、ちょっとした山を、あの秩父市街とは、いや、あのちょっとした山を挟んで反対側西の方です。さてじゃあ食べたいんだけど、どうやってこれ映すかな。地面に置いて映すか。ん？は、旗触り？何の電車ですよね。ありますよね。コンビニとかも置いてありますね。じゃあ、 あの自分食べるとこを移すために少し離れます。あの 地べたにコンクリの上に配信機材を置いて、今どこに、道の駅流星会館、どうやったら食べるとこを移る、こっちか、ここか、一応映ってますかね。ちょっと声がめちゃくちゃ遠くなります、この後。日に当たってると汗が出てくるぐるぐらい暑いです。
まだちょっと暖かいですよ。これで見えますかね。キラ。見上げ iPhone の方で見るようにします。これはライスとカレーをハムで挟んで巻いて揚げたものです。スティックカツカレー。例えば位置的にこれじゃ全然見えないな。まあいいや。マジでカツカレーだこれ。見えますか。周りの衣の味と中のカレーとご飯の味で見事にカツカレーですよ。これすげえ。本当にカツカレーだ。カツカレーの衣の味が強調された感じかな。これすごい。なかなか。お値段は300円。原価販売って書いてあったけど、原価販売しないでしょ。Z さんたちとは途中で別れてきました。今日私早く帰らなきゃいけなくて。今走ってないですけど、場所は今ここ見てもらえると分かると思います。
まあ、場所でいうと道の駅流星会館。でさっき私はでかいこんにゃく2個食ってきてるんで、あの腹の膨れ具合としては全然問題ないです。これで何かどこ走ってますか、必要に聞いてきてますね。ちょっと待ってください。あ、今ここ出てなかったな。いや今出てるか。埼玉県秩父市吉田久永です。ワンちゃん来た、ワンちゃん。嫁さん候補、女性はさっきお店でも見たけどな。そう、埼玉県なんだっけ、埼玉県秩父市吉田久永です。埼玉県秩父市吉田久永です。独身、いやそのあたり秘密にしてるんですけどね。今度ナンパ配信しません。今度はしません。なかなか美味しかったスティックカツカレ
自分どう言ってない自分どう言ってない俺全然感じない捨てる人は感じない変わらない人は頼むだあ、タバコの煙な私もバイクラックは今日は荷物軽いけど重い時にはひっくり返りますね前、カバンの中まで落としたことがあります用水量の中まで遊びたくてもう気が散っちゃって今連れてってあげるよ、ジュリー待ってな、ね、そうだよ、そうだよ、昼だよでこの茶まんじゅうはこの 茶色いこの色を出すためにまあ、その色素を買ったりする店もあるけどさっきの店は自分家で砂糖を焦がして作ってるそうですつまりカラメル味ちょっと派手なの空気感を使って3人でこう見てたのにこうねそしたら後ろからカタ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 キャラやったんじゃない振り返ったらヒュッと見ておばあちゃんがサッカーにつけたまったくほんのりカラメル味こちらですね満潮で粒は珍しいんじゃないかなそうでもないかめっちゃに日に当たることはないからいいんだたまには暑いよし、じゃあ歩かしてあげる映るかなピント側の遅いからいつ映ってるか分かんないんですよねモナカもあるけど、それは帰りの電車の中で食べようかな。なんかそういうの買い物になったら、そこの八百屋って言うけど、そこにない。八百屋だよ、別に。そこはね、何回もうまいって言うんだよ。
体が中国。自転車はこれ置いてるんです。暑。暑い。汗でそうか。日焼け日。あ。これからの秩父駅に戻って今日早めに帰るんですよ。今日秩父駅からぐるーっと三峰口行ってでこっちに回ってきてでこれから駅にまた帰るところです。友達と一緒に来たんですけど、友達は秩父鉱山って山奥の方の、はいはい、ご存知ですかね、あそこ見に行ってで私は途中で別れてこっち来たんですよ。 あっち混むだろう。紅葉が綺麗だから今ちょうど時期のはずです、見に行きたかったんですけどちょっと今日用事ができたんで早めに折り返してきました。どこまで帰るんですか？はい。どこまで帰るんですか？あ、今日横浜の方まで帰ります。いや列車乗って、はい。これ畳めるの？あ、そうです。このタイヤ外して、で束ねて縛って袋入れるんですよ。いいね。でさっからこれこれインターネットで放送しながら走ってたんですよ。でその放送に向かってブツブツ自分で喋ってたんですけどね、さっきこれずっと見ながら物食べてたのは、こっちで今映ってたからなんですよ、ね、でこうやって人と話すときにはこうよそ向けてリアルタイムだった、紅葉を案内してるんだ。あ、そうですそうです。で、まあ、こういう自転車のこういう旅行とか散歩とかがもともと趣味だったんで、そういうの人に見せながら走ってるんですよ。すいませんですね、秩父宣伝してもらって。はい、あ、秩父もう何度も来てますから去年もちょうど同じ時期来ました。でその時には秩父鉱山と紅葉見に行って、で八丁峠と何峠だか志賀坂峠だったかな、通ってぐるーっと回って戻ってきました。あの辺紅葉いいんだよね。俺はあっちの方釣りに行くんだけど、あそこの国道のちょっと脇道の方に、紅葉きれいな遊歩道がいっぱいあるんですよね。あそこもうちょっと経つとすぐ路面凍っちゃうんだよ、ね、あそこ。ああ、今も朝方はもう霜が降りてますよね。だから雪なんかなかなか溶けないですか。うん、日陰多いですからね、もう左右がずっと山で、谷筋を走ってるから、あそこは日照時間が3時間ぐらいですね。そう、日が暮れるの早いんですよね、山の方は。じゃあこれ戻して、じゃあ、ありがとうございます。よっと、そう、スタンドあります。じゃあ、失礼します。気をつけて。よっと、というわけで、ちょっと話をしてたんでお待たせしましたね。ここは喫煙所と休憩所になってて、そこも隅っこで食ってたんですけど、結構人が来るんで、放送してなければ話しかけやすいんだけどな。カレー食べました。予想外にカツカレーでしたね。